はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、神っちを書いていきたいと思います。ポケモンの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。レオグイーン。で、中にちっちゃい縦長の丸を書きます。で、またちっちゃく縦長の丸を書いて黒くします。で、ちょっと真ん中間を空けて、こっちも目をグイーンと。で、縦長の丸を描いて、中にちっちゃい縦長の丸を描いて黒くします。で、リンゴみたいにくるくる。で、ちょっと垂れていきます。ブラーン。こっちもダローン。で、くるくる。で、下にちょっとふにょっとお皿みたいな感じで描きます。で、尻尾から葉っぱがぴょこぴょこ、またグイーン。で、模様を抜く。で、最後この真ん中をちょっとへこませて、で、真ん中にグイーンと葉っぱみたいな感じで伸ばしていきます。赤と黄色と黄緑と灰緑と黄土色使って塗っていきます。まず黄色で目を塗ります。で、黄土色でこの尻尾の下のところを塗ります。はい、緑で塗っていきます。で、体を赤で塗っていきます。ちょっとここ縁を残して、で、ここもハイライトを入れます。ここは薄く塗ります。で、こっちはちょっと濃く塗ります。で、ここもこの辺りを塗ります。で、下のお皿も下のところですねを濃く塗っていきます。ここにハイライトを入れて、で、最後この角みたいなところは、上をちょっと黄色で塗ります。で、真ん中を黄緑で塗って、で、この根元のところも黄緑で塗ります。で、最後、灰緑で塗ります。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたりリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。